続いては風が吹いている。生き物係の24作目のシングルとして発表されました。これは2012年の NHK ロンドンオリンピックパラリンピック放送のテーマソングとして使用された曲ですので、皆様耳にもしっかりと焼き付いていると思います。作曲した磯野よしきさんは、オリンピックはその時代の象徴、二度と訪れない一瞬をその時代に生きる人たちで共有できればとの思いを込めたと語っています。かなり気合を入れて作った曲だということで、生き物係の曲の中でも最も演奏時間の長い曲として有名です。それでは水野良樹作曲、本沢直之編曲でお聴きいただきましょう。風が吹いている。Thank you.
山の方たち、ありがとうございました。素敵な曲ですね。はい、ありがとうございます。